よっしゃ、終わるぞ。パス。はい、いいです。はい。はい。あ、嬉しいっすか。はい。あ、今日俺のターンですね。はい。オッケーです、わかりました。びっくりしました。ということで、はい、今回は、はい、僕、高尾が、はい、タスが、うん、最近買ったアイテムを3点一気にドドンと、3点一気にドドンと、ご紹介させてます。大丈夫ですか。はい。高田社長です。高田社長。高田社長。うん。誰ですか、高田社長。テレフォンショップ。あ、ジャパネット。ジャパネット。あ、わかりました、わかりました。はい。じゃあその感じでね、最後までキャラ崩さずにお願いしますね。はい。はい。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、早速ね、まあ、時間もないんで、うん、3点一気に紹介するので、尺的にもちょっとあれなんで、はい、ポン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 、はい、サクッといこうと思います。うん、記念すべき1点目のアイテムというのが、こちらです。はい。はい、はい、これ、あの以前、お買い物動画、はい、お邪魔させていただいた好き嫌いさん、はい、あると思うんですけれども、はい、なんだ、アップするんですか。はい、ついついね、はい、好き嫌いさんで、はい、購入させてもらったアイテム、うん、見てもお分かりいただけると思います。はい、ユーズのアイテムです。いや、分かりますよ、なんか、はい、手形がついてるじゃないですか。はい、誰の手形ですか、それ。いや、これはちょっとよく分からないですね。この誰の手形かっていうのは、これは多分読めないですけど、まあ、有名人じゃないですね、これ。これがナタリーって方です。ナタリーって誰だよ、ナタリー。ナタリーって書いてます。はい。てか、まあ一人一人ね、これ多分、はい、おそらくこうやって手形一つ一つに名前が、うん、まああしらってあるんですけれども、はい、つまり、うん、ファミリーが多分何かの記念にね、ああ作ったやつね、作ったか、まあ多分大学生のどっかのパリティが作ったであろう、はいはい、まあそういう思い出の品のユーズのアイテムになります。なるほど。なんでは僕これ買ったんですよね。いや、そうっすよ、本当に。そう。惹かれちゃったんですね。そう。これ、なんか僕が見た瞬間に、うん、うわ、これなんやこれ、うん。衝撃あったわけですよ。はい。まずこの赤のね、ボディに、この銀の手形っていうのが。まあ、銀、銀っていうか、まあ、白ね、ほぼ。いや、シルバーっていうか。あ、本当ですか。あ、わかりました、すみません。キラキラしてるでしょ。いやいや。これがね、渋いなと。いや、まあ渋いですね。粋だなと、はい、思ったわけですよ。正直、狙ってこういうの作ろうと思ってなかなかできないんじゃないですか。あ、いや、もう本当にもう正直、正直、本当にこういうの言うことは一番良くないんですけど、まあ、コメント欄で俺でも作れるわっていうのがすごく浮かんじゃいますよ。いや、作れないです、結局は、はい、作れないですね、うん、いや、この雰囲気出せないですよ。なるほど、ね、狙って作っちゃう。確かにね、これ狙ってないからこの雰囲気出るんですよ。このくたったスウェットにこれが出てると。そうそうそう。ちなみにボディはヘインズになってます。はい、ヘインズですね。はい、はい、ということで、こちらが確かに、はい、なんでしょう、お値段の方ちょっと曖昧なんですけれども、はい、4000円4000ぐらいでプラスタックスぐらいの。なるほど、で購入しました。わかりました、以上です。わかりました、次行きましょう。続いてのアイテムというのか、はい、こちらです、大地さん。はい、これもね、この間の動画で高尾さんが着用してたパーカーですよね、うんうんうん、あのギャルソンのコートの、ま、インナーに合わせていたアイテムになります、うんうん、はい、ブランドが、ま、僕は大好きなのも定番化しますね、はい、これディガウェルの、ま、今季の、はい、ボンディングのフーディーになります。ディガウェルさんなんですね。ディガウェルです。うん、これ青っていうこのカラーリングが非常にですね、ファッションめちゃくちゃいいっすね、うん、ま、ディガウェルらしいアイテムだなと、はい、まあ、でもこのなんか光沢感っていうのはね、そうそうそう、ボンディならではね、うん、思います。あとね、まあ、これね、うん、まあ、ちょっとまか着てみようと思うんですけど、はい、ボーニングならではの特徴があって、はい、ちょっと着てみます、はいはいはい、今着てみたんですけど、はいはいはい、お分かりいただきます、これフードが立つと。なるほど、しかも立つんですね、このサイズ感で立つと、フードが、へー、これはボーニングのやっぱその肉厚の張り感のある生地感っていうのが、うん、まあ、夏より技なのかなと。なるほど、これが、まあ、このフーディーの特徴でもあるってことですね。まあ、さらに高尾さんが気に入ったポイントでもあるってことですね。そう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 、まあ、気に入ってる電車は本当に発色とこの立ってるフリーですね。で、まあ、こちらのアイテムのお値段が、はい、まあ、23,000円プラスタックスとなっております。わかりました、はいはい、では続いて最後のアイテムですね。続いて最後のアイテムがですね、はい、こちら、はい、最後のアイテムが、はい、まあ、メインというか、はい、まあ、今回の目玉的なアイテムになります。そうなんですね。こちらも実はね、お買い物動画の方はちょっとね、まあ、ジャブ打ってたんですけど、ね、ジャブ打ちましたね。ジャブ打ってたんですけど、はい、そのアイテムというのがね、はい、もう分かってる方に3人いらっしゃると思います、はい、こちらでございます。このロゴですね、はい、一目見ればお分かりいただけると思います。分かりますね、まあ、僕が大好きな長谷隆介さんの、はい、この2018年の、はい、まあ、今期のね、はい、アイテムってことですね。アイテムであると思います。なるほど、ショルダーですよね、一応。そうですね、こちら、はい、このようにですね、まあ、長い肩掛けの紐がついているので、はい、まあ、こんな感じでつけていただいて、はい、まあ、スタイリングを楽しんでいただける、はい、そのようなアイテムになっております。ちなみに、はい、まあ、これ2018年のテーマが、はい、工事現場、工事現場っていうテーマなんですけど、
じゃあこのバッグがどこが工事現場なのと、はい、いうところなんですけれども、いや分かりますよ。分かります、はい、よく工事現場の土方の方がね、はい、つけている、まあ、この辺に出ている腰バッグあるじゃないですか、はい、あれをモチーフにしている、いやなるほどなるほど、腰袋のアイテムの一つなんですね、はい、なるほど。でこれは腰袋って無数にあるんですけど、はい、まあ、腰袋のこれ土台ってやつも、はい、なのでこれカスタムができるんですよね。そうそうそう、自分がこう使いやすいように、そう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 、まあ、これ僕今1個これ、はい、カラビナっていうオプションのアイテムをつけてるんですけど、これ以外にも11個かな、うん、そんなにあったまあ11個ぐらいつけれるんですよ、これプラスで、プラスで11個つけれて、はい、ほんで全部つけるとガチャガチャと歩くたびに音がするような、はいはい、本当に工事現場の人たちを思わせるような、なるほど、そんなバッグになってます。だから正直あるし、うん、YouTuber の中村さんが買ってた、うん、キーホルダーというか、うん、あれもこれに取り付けるよと言ったら、まあそういうものですよね。そうです、そうです。その本体を高尾さん購入したってことですか？僕はその今回本体の方ですね、ベースとなる土台の部分を購入させていただきました。まあでもこのホワイトのバッグってやっぱどうしても汚れが気になるんですけど、そうそうそう、これは汚していいと。そうなんです、加賀祐介さんなんで、はい、もちろん予防して楽しんでいただけると、はい、そのまあ経年変化、形状劣化といった ねそういった独特の表情を楽しめることができるってことじゃないと思う、当然、はい、ちなみに高尾さんのこれまでのアイテムちょこっとだけ見せてもらって、あ、いいですよ、割と最近の方がいきましょう。なるほど、まあ、こちらですね、はい、これはキーケース、まあ、これはねキーネックです。そんなにまだ変わりはあんまりないですね、まあ、だいぶね、うん、まあ新品時と比べると、うん、本当にこれぐらい、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、はい、まあまあだいぶね色がね、まあでもまあまだまだで、はい、ただもう一個あれでしょ、もう一個こっちが見えますね、はい、それがこちらです。もうやばいっすよ、はい、これ本当に、はい、いいな、なんかもう白じゃないよ、うん、この白い今のバッグもこういう風に変化していくと。最初これだからね、はい、これがこれですよ、はい、やばいですか。ただこれあれですよね、別に塗り直しも無料でやってくれるらしいですよね。そう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 、それをちょっと見せようと思うんですけど、はい、まあ、加賀祐介の、うん、まあ、アイテムには、うん、一つ一つね、まあ、こういった、まあ、保証書が、まあ、ついているので、はい、改めて塗り直しを楽しむことができるというような、まあ、仕様になっているわけですね、はい、でもあんまりないみたいですね。これがちなみに11個のオプションですね。ちょっと見に行くんですけど、うん、僕が買ったのがこの1番の土台と、はい、2番の金目が、はい、ちょっと戻してください、はい、画面を近いに。あ、すいません。はい、はい、こちら土台のお値段が3万2000円と、はい、でこのオプションのカラビナが3000円と、はい、両方だったらタックスの値段となってます、はい、まあ、これつけてるこの部分は最初から出てる付属の、うん、付属の部分ですね、まあ、僕今回男の僕高尾が購入したんですけど、はい、女性に持ってもらいたいと。なるほど、もう持ってたら好きになっちゃうとそんなアイテムとなっております。正直でも見てないですか女性、はい、ちなみにこれ色はブラックもありますし、うん、あとと経年変化させたような、はい、アイテム、そう、汚れたやつがあるので、はい、3色展開したんでしょ、はい、ただやっぱ加賀祐介なんでこの白を高尾、僕は白を購入しました、はい、やっぱ楽しみたいんで自分で座ってあげていきたい、わかりました、っていう感じですね。はい、ということでいかがでしたか大木さん。いや、高尾さん買い物してますね。ありがとうございます。でも本当になんか高尾さんがね気に入ってるんだなってのは伝わるぐらい、うん、このバッグ早くつけてみたいな毎日言ってる気がしました。うん、ありがとう。はい、今回は、うん、高尾が最近購入したアイテム3点でした。ってことで、バイ。はい、はい、ということで今日の雑談のコーナーということで、ちょっとね最近雑談のコーナーのお便りがだいぶ減ってきてるんで、うん、まあ、こっちもまあ来てることは来てるんですけど、ビビってくるのはあんまりないっていうんで、ぜひ皆さんコメント欄の方に今日のハッシュタグコメント今日の雑談のコーナーってつけて、ぜひコメントお願いします。はい、ということで今回は、うん、高尾が霜降り明星、まあ、M1 を取った霜降り明星でした、うん、霜降り明星粗品さんに似てるのか似てないのかって、うん、まあぜひですねコメント欄でねまあまあまあその意見をね募ってもらいたいなと。いや似てないでしょ。いやねお母さん、うん、あ高尾さんね、そう無民の親ね、そう M1 優勝者って来て LINE が、はい、めっちゃ似てるやんでもお母さんが似てるんだって、親が言ってるからもう似てるわ、じゃあ俺も似てるんだと思ってなんかね似てるよね、ちょっとじゃあ結構似てる人いるんですよよく言われるからいろんな人でどういうことかなとまあね、僕もね嬉しいですよね、嬉しがって喜んでる2人見て
あ、すごい頑張ってきたんだな、この二人と、うん、いや僕もなんか結局彼らのルートはやっぱ探ってしまいましたね、うん、まあ、こんだけ頑張ってる人がパッと出てきたら、うん、すごいなと、探れば探るほどやっぱファンになっちゃいますね、うん、はい、ということで、まあ、こんな感じでした、はい、すげえ緩いですけど、まあ、はい、いいですね、まあ、明星に似てるよと、粗品さんに似てるよという方はですね、はい、ぜひグッドボタンをお願いします。じゃあね。